塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。武田塾チャンネル。武田塾教授の中森です。水戸本高校社長清水です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。清水先生、はい、今回なんですけど、以前に動画でざっくりの年間計画っていうのを出したじゃないですか。はい、結構あれ好評だったんで、ありがとうございます、はい、あれをもとに、まあ、具体的に、まあ、志望校で考えたらどの程度のことをやりゃいいのかなって、はい、文系理系それぞれ、まあ、私立文系と理系国公立それぞれを一例ずつちょっと出して開発してみようかなと、はい、じゃあ今回は文系私立文系編ですかね、はい、早稲田志望の、受験生だったら、うん、まあ、春からどんな感じで終わらせていけばいいのかなみたいな、うん、はい、理想論を言えばね、いくらでも早められるんだけど、まあ、ちょっとおさらいで言うと、基本的に受験勉強というのは逆算で考えていくべきで、年内に武田塾のルートは終わらせてねと、はい、でそのために、まあ、秋いっぱいで、まあ、志望校レベルを終わらせて、うん、夏は志望校1レベル下まで終わらせて、うん、春は勉強のコツをつかみましょうっていうのが前回のダイジェストでしたね、はい、それを目安で考えると、じゃあ早慶に受かりたい人は夏の時点、まあ、8月末ですね、この時点で清水先生どこまでやればいいですか。マーチですね。そうですね、はい、武田のルートでいうマーチレベルの、まあ、英語国語、まあ、社会だったら世界史とか日本史のマーチレベルが終わってる状況を作りたいと、はい、これが目標になるわけですね、はい、それができるように今動けてるかどうか、まあ、武田塾のルートとかをね、もらってたりすれば、春からね順当にいってれば、はい、若干英語が溢れるかなぐらいで基本的には終わるぐらいですよね。大体まあ人によりますけど6月末ぐらいですかね。大体日大レベルぐらいがしっかり仕上げて、そこから夏の間にマーチを仕上げて8月末に試合を切りたいと、うん、そうですね、はいはい、これがまあ理想的な目標になるかなと。それがやっぱり部活やってたりとか、あるいは勉強開始遅くてうまくいかなくてちょっと遅れちゃってるって場合だと、まあ前にもちょっと言いましたけど事前の策があると、うん、でこの時に1科目でいいからマーチ突破してほしいって話になるんですね、はいはい、その1科目はズバリ英語ですね。間違いないですね、はい、英語がね特に早慶の場合はね、うん、はい、最優先でやりたいですね、はい、っていうか逆に言うと英語以外が突破しててもあんま意味ないですねそうですね、はい、一番突破する可能性が高いのは現代文なんですけど、はい、サクサクいきますからね。そうですね、普通にやったら現代文はマーチ突破しちゃうんで、はい、現代文だけ突破しててもね、やっぱ得点から考えたら、いや国語全部突破してたらまだいいんだけど、はい、原文だけ突破されてもねちょっとっていうのもあるし、はい、社会も正直後で追い上げ聞くから、うん、英語が間に合ってないのが一番やばいんで。そうなんですよ、はい、だ夏いっぱい英語に しかやらないぐらいの勢いで、はい、マーチの英語を終わらせてほしいですよね、うん、そこを絶対ぶらさないように、うん、科目ごとの配分とかも決めていってほしいですね。ですね、はい、他も日大レベル突破できればマーチを終わらせてほしい、うん、はい、で本当に時間がないみたいな人だったら英語日大レベルだけは突破してほしいかなみたいな。どんだけ遅くても。そうですね、はい、でそれができてれば、まあね、秋以降ね、まあ、いろいろ志望校のレベルまでやっていけるかなとは思うんですけど、はい、まあ、さっき言ったようにワンランク下まで終わってる人だったら、うん、秋いっぱいは、まあ、早慶レベルの例えば英語で言ったらポレポレとかね、うんうん、ポラリスも3とか、はい、まあ、あの辺やったりパスタンの準1級やったりとか、うん、まあ、いろいろやれるものありますよね、はい、そこまで進めるのはもちろんとして、そこの実力がついてるってことが、まあ、一番重要だよってことで、はい、8月末にマーチまで終わってればいいわけじゃなくて、そこぐらいの過去問で点数が取れる、まあ、段階突破できている、まあ、志望校の過去問でそこそこ稼げているよという状況まで仕上げてほしいなっていうのは注意してほしいですね、はい、で9月からは、まあ、早慶レベルの参考書を進めつつ、大体みんなもう早慶の過去問やってますよね、はい、早ければ早いほどいいと思います、うん、まあ、これはマーチからやる人もいれば早慶からやる人もいて、大体週に1年分ぐらいは各教科過去問に入ってるかなっていう感じですかね、はい、そうですね、やっぱりギリギリまで引っ張りすぎてしまうと、ね、解ききれなかったりとか、うん、あ、そんな感じなんだ過去問って言って、そもそも方向性がずれてたりするっていうのがあったりするので、まあ、秋ぐらいからは過去問に入り始めたいなと。これ割と武田塾の塾生の特にそうなんですけど、過去問といった感想を先生と話し合うことが割と大事だったりするんですよね、うん、だけどいや俺もそんなもんだったよみたいな話聞いたりとか、うん、あ、でもこういうところはできていくから次これやったらいいんじゃないみたいな話で、その復習のやり方とかの工夫も結構過去問やるとできてくるんで、はい、それはねやっぱ9月ぐらいから試行錯誤できるといいかなっていう感じですかね、はい、うん、そんなこんなで9、10ぐらいで早慶ルート仕上げていって、はい、
最後過去問はもう年末にかけては解きまくると、うん、そうですね、はい、まあ週 2,3 年分とか、まあ、2日に1問とか、うん、解き直しも含めて大体週 2,3 年分やって、うん、今までの参考書復習プラス分野別とかを結構追加してみたいな感じで年内いっぱいやりきって、まあ、年明けてからは、まあ、共通テスト受ける人は受けてちょい、はい、で受けない場合受けた後も終わったら共通テスト終わったぐらいの時期からはもう本当に最後の仕上げみたいな感じですよね、うん、この時に大事なのがやっぱりね合格点を超えるじゃないですか。その時のどこで取って合格点を取るかでどこを切るかっていうこの予想点数とそれに対する動き方を結構シミュレートしておくのが大事ですよね、はい、だから対策不足だと10割分解こうとしますよね。実力がしっかり年内についてないとその判断ができないんでね、まあ、最低例えば7割取ってプラス5点とか10点を取りに行くみたいなちょっとでも社会を詰めまくってとかね、はい、ですね。まあ、時間に余裕があれば他学部の問題やったり、はい、めっちゃ古い過去問までね、うん、同じ学部やったりみたいなこともできるんで、まあ、そういうことを年明け以降はやっていきたいかなっていう感じですよね、はい、大体のイメージついたでしょうか。早慶志望であれば、まあ、夏の時点でマーチ、突破できるレベルまで仕上げることを理想として、で9月10月で早慶レベル、まあ、過去問演習やりつつやっていって、で11月12月で分野別とかね、もう固め切って、で年明け以降はまあ他学部解いたりとか古い問題やったりとかをしつつ、はい、完璧に固めていって志望合格を勝ち取るみたいな、はい、これが理想ペースって感じですね。このラインに乗せられたらめちゃくちゃ強いと思いますね、はい、はい、ですね。だからそれが間に合わなそうな人、あるいは夏以降でに間に合ってないなって人は、じゃあどう調整するかっていうのが大事で、まあ、調整の一番重要なのは英語をいかに間に合わせるか、はい、それをまず決めた上で他の科目を調整していくみたいな感じで考えていくと。というわけで今回は文系早稲田編でした、うん、次回はね理系話していきたいと思いますので、ぜひそちらを見てください、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。